さあ、おはようございます。<laughs> 寝ちゃってたわ。せん、寝ちゃってましたね。来た瞬間、え、サイバー退場あ,あ,あ、これが VR でレッドになったんだ。そうだね、とあ、そういうことか。 味方のバックパスミスだ。いや、これはキーパー前出ときはきつくない。だからくなかったのね、意図的にトロサールがバックパスでミスしたからね。そういうことか。うん、確かに誰のミスかつたトロサールだな <laughs> こういうとかは誰がボール間に合うようであればレッドマ招かれた可能性ありそうですが、バックパスなんて厳しいですよ、ね。うん。まあ、直線的にね、ゴールに行けるしね。 いやなんかあのパターンないから頭の中で準備できなくてあのサリバとしては引っ掛ける形になっちゃったよねいや不運だなこれこれは不幸だな結構レフリーとしても出さざるをえない感じだしねうんこれはしょうがないな8試合3レッドかっていうけどこれはあれ他のレッド2つってあのシティ戦と他の試合の方がいやレッドっていうやつだったよね あブライトンセナー遅延濃いのやつかいや今ヒュルツラ持ってるからなでもなんかさアーセナルよりボーマスの方がさ点入んなそうなんだよなちょうどいい試合展開になってるよな言ってたら点取ってたわもう今みたいなやつ俺の意識が切れた瞬間 何がどうなって点取った今。今 <laughs> マジで俺がこの世にいなかった瞬間に点取られたな。いや、これはもうちょっとずっとやってた攻撃のパターンと関係ねえもんな、もうこのデザイン性あったんだっていうめちゃくちゃいいセットプレイしたじゃん。いや、これイラオラとボーマスの拍手だわそう。ずっとあのクロス対応のところでね、ボーマスの方が。 いいボール入んなくてなおかつずっとちゃんとへそで見られてたからでボンマスのコーナー守備の対応のがそれができてなくてアーセナの方がその意図的な、ね、効果的なボール入れてたからそれでいったんだけどコーナーキックに強かったね今ねいやこれで1人で逆転できたらもう本当優勝する年よそれは同点追いつくだけでもすごいと思うけどなうわーちょっと待ってライアンまで イエローではないわなそうキビオルキビオルはやるよそうやだこういうのあるからあれだけどだこういう判断の悪さなんだけどこの判断の悪さは出ないぐらい押し込まれて守備手弾き返すの方のキビオルだったからねいや失点うわー屈辱的ですね結構 仕方ないんだろうけど、キビヨルのベンチトゥーベンチは、まあな、テントリー行かなきゃいけないからだろうけどな、懲罰にも移るようなね。でも正直、キビヨルってこの扱いされるあれになるもんな、あのワに出てきたけどね。顔がまだ子供だもんな、キビヨルな。 この前、ジュズス真ん中で、ヌわレに右のハバーツがウーデゴールの役が一番合うか、もしくは、ね、そのままでヌわレに右のジュズスがトップしないかのか合いそうな気するけどね。そうだライスセンバーとかトーマスを下ろしたりとか、ホワイト中入れてトーマスサイドバックとかいろいろあるんだけど、結局、守る時間長くなって、弾き返すだけだったらキビボールがいいっていう判断だったんだ。だけど、このね、 アルテタの本職至上主義でさ結果不器用な人使うってマジで合わないんだよねでこれなんでかっていうとアーセナルのサッカーが器用じゃないとできない前提だからティアニーですらダメだからさだからこれはアルテタのせいでもあるんだよね触りましたいやーこれはもうなーちょっとあのバックパスでゲーム崩れちゃったもんねアルテタとイラガル少年時代同じからいいや空機関がすごい似てるもんねいやーこれはちょっとなー 本は最低怪我人とカードに泣いたな、まあ、けまあミスなんだけどやある程度はその前半で言うとそれこそ後ろからつなぐ時にね左サイドバックが結構ただハマるだけの無駄な位置にいちゃうっていうのはあるからそう例えばなそういう本当に好みというか 起きてる現象でいうと、スターリングとかヌアネりでスタートしてほしいけどね、全然違うと思うし、スターリングもプレイステ高いわけじゃないからな。であとはサリバが退場したときにね、これもう結果論じゃなくて、先にね、僕は機微を使わない方がいいと思ってますから、トーマスを下ろしてね、アンカイ・ジョルジーニョとか、ボールつなぐチームがむね、てか、アーセナルのこの、<laughs> 結構いろいろ複雑な守備させる中でね、キビオルはどうしても獲得するのがしちゃいけない選手だったからね。季節リオプールか。でこういう時がにって全然いけたりとかする。まあ、さあとサッカーと腕、腕、まあ腕ルはちょっとね、長引いてるみたいです。サッカー戻ってこれるのはね、普通にパーティーサイドバックジョリジージにアンカーズとかね、だからホワイトに真ん中やらしてくないんだろうね。ホワイトすげえ感覚派の選手だから。 そ,のそこのうっかりとかあとあれだよね試合展開的に1人少なくてずっとねクロス弾き返すからボール持っていろいろやるんだったらねキビオラの右センターバック違うけどプレシーズンとかもやってて弾き返すだけの役割だったりそういうとこで言うとなキビオラあれだだったんだろうな特に右に左利きのセンターバックを置くとボレー系の,その浮き玉もクリアする時にね利き足が使えたりするからね 高いんですかいやでもセンターバックの枚数でいうとめっちゃいるチームじゃん今ちょっと一時的にこうなってるだけでスタメンで帰るとこ行ったらスターリングとねヌアネリだと思いますけどねその後の対応で言うと奇妙なとこじゃないなんだと明らかにマガネいスパス出さないとかあるしねあと何よりも同じ失敗ホールディングの時に さあ,あのあルテタしててさそれを自分が間違ってたみたいな気を次のシーズンしてんのにねまた同じことやるからもう結局あルテタた自体の弱点なんだろうなこの不器用な選手を本職至上主義で使っちゃって結果損するっていうのは、まあ、なるべくしてなる日だったよな、まあ、言ってる僕もミスで言うとね、うん、意識失い寝坊しましたからね 実説ね、どういうメンバーを揃えられるかだけどね、リバプールもアーセナルほどのハイプレス受けながらビルドアップしたことないし、アーセナルほどバックライン強いチーム相手に、あの、前線に競り合って落とすサッカーしたことないからね。かなりの楽しみですね。だサリバ抜きでここのセンターバックのチョイスどうするかだね。ホワイトセンターバックも全然見たいんだけど、僕は。ただホワイトをセンターバックに使いたくない理由もしっかり分かるんですよ。このタイプの選手、センターバックにすると、 約束ごとろそか感するっていうのはあるから。あ、だからそれこそドレシェビッチっぽくなるんだよね。質はいいんだけど、瞬間的に、あ、それ、その臨機応変やられると、あの、こっちとしてはきついよ、みたいな。まあ、そんな感じでね、今日はもう本当に頭からできなくて、ちょっと申し訳なかったっすね。このさ、反省を生かして、また生前識にさせていただきます。明日はリバプルチェルシーやります。よかったら見に来てください。

俺が俺信じてる俺が親善みんな絶対やれるよ最高よ選手が自分の最大能力を出せるような環境をつくるそれをこれからやっていきます俺が自信を持って選んだメンバーこれだったら紹介します <laughs> <laughs>